これで、そんな感じですね、はい、でちょっとまあこう映すときに少し上げ目で、あのカメラにも映したくないので、あのこの絵が見えるんで、これをね、そうですね、ちょっとそれはもう、その時々で、はい、了解いたしました。岩のように座る。ケノガ古墳墓の隣。あれちょっとでかい。で、じゃあ、神戸、相変わらず顔は広いですよね。超ハグな華奢な割に骨格だけ立派な肩幅宗介ではないか。カットカット、よーい、はい、はい、ただいまの仕事をもちまして、うちの西洋さん全編終了になります。本当でござる。わよありがとうございます。あんた見えてないね。失明しても書き続けた男、滝沢馬琴、発見で2命を懸けた感動の実話。やりきらねばならぬことがあるのだ。発見伝。